こんにちは、はじめまして、荒井荘と申します。もうね、この年になるとね、痛いのとかしんどいのとか嫌なんですよね。なので、できるだけ安全に狩りをしていきたいなと思っております。眉毛軽く軽く、かわいい。そして思いのほかでかい。入る。あらあら、気づかれてしまったわ。ミノト、無念です。日の恵姉様、完璧に気配を消していたのに。完璧な忍び足だったのに。眉毛。さすがはカムラの里でも指折りの強者。まだまだ私たちは修行不足のようです、え、勝手に入ってきちゃダメ？嫌ですわ。同じ里のよしみ、家族のようなものじゃないですか。そんなことより、佐藤さがあなた様をお呼びです。支度が済んだら出発いたしましょう。お、顔が光っている。いや、年齢を感じさせない肌にはツヤが大事って小林照子さんもおっしゃってたので、光沢を100にしちゃったんですけど、ちょっとやりすぎましたかね。あ、眩しい。あ、吐く。参りますよ。はい。まあ、始まりましたね。映像綺麗ですね。ありがとうございました。お餅。あ、おにぎり。硬そう。かわいい。タタラバですかね。タタラバですかね。あ、製鉄してますね、これはね。あー、かわいい。ガルク、かわいい。目が赤い。お、あれ、この人、ワールドにいた人ですか？ワールドにいた人ですよね。おお、日の絵、ミノト、ご苦労。たった今、フミが届いたぞ。近々、百竜夜行が起こるそうだ。百竜夜行。ついに始まってしまうのですね。50年前に里を襲ったあの悲劇、一時も忘れたことはない。あまたのモンスター、すなわち百竜、その大襲来、すなわち夜行、原因不明の災いにカムラの里存亡の危機。近いうちに砦で遠征することになるだろう。佐藤を守らねばならん。顔赤い。ご心配には及びません、佐藤さん。いいハモリ。私たちカムラの民が日々修行を重ねてきたのはまさにこの時のため、姉さん、肌白いから早速準備に取り掛かりましょう。赤く見えるな、顔が。むっちりしとるな。頼もしい限り。
ああ、鬼の歯みたいな。剣士が。かわいいですね。いや、むっちりしとるな。うん。めでたい。ほう。おう、認められるの早いな。何をもって認められたんですかね。佐藤さん。何があっぱれなのかな。うん。はい。うんうん。その前に。はい。なるほど。まずはあちら。はい。うん。ダッシュ。移動ね。カエンちゃん、かわいい。カエンちゃん。うん。なるほど。うろうろするってことですね。私のモンハン歴なんですけど、モンハンの初代はやってるんですけど、その後しばらくやってなくって、というのも、あんまりにちょっと初代が難しすぎて全然歯が立たなくて、あ、こりゃ向いてないなと早々に諦めたということですね。で、その後ポータブルセカンドを、買って、それから今に至るまで一通りやってます。セカンド G でね、相当ハマった感じですね。うん。ゾニャ、あるゾニャ、かわいい、ゾニャ、準備中ゾニャ。うん。まああんまりねうまくないんで、あんまりやり込んではいないですね。まだ操作が全然おぼついてなくて、この話すがこのお友ちゃんたちに話せるのかなと思ってうろうろしてるんですけど、結局話せないのかな。うん、話せないな。おや、こんにちは。雑貨屋さんですね。うん、なるほど。はいはい。いや、ちょっと存じ上げないですね。それはちょっと初耳です。本作もあるんですね。うんうん。はい、あのそういう情報はちょっとなるべく早くいただきたい感じですね。はい、加工屋さんですね。うん。カメラ操作は R。うん、なるほど。加工屋さん。ゆっくりしていけ。加工もね、相当お世話になるところだと思います。うん、なんで認められたのかよくわかんないんですけど。なんで心強いんだろう。長く生きてるからかな。うん。うん、あ、たたら製鉄。うんうん。はい、よろしくお願いします。うん、お供広場。あ、なんかトトロの住む森みたいですね。ジブリ味がありますね。うんうん。そうですよ。とも大事です。次で最後ですよ。はい。よもぎちゃん。もち。もち。そうそう。
あー、このかけり虫ね、うん、新しい要素ですよね。使いこなせるかな、うん、このかけり虫どうやってやるのかなと思って一生懸命見たんですけど、今一番下がちょっと見逃してて、一番下まで読まないうちにちょっと画面消えちゃいまして、なんか ZL と X、ZL と A までは分かったんですけど、それの後がちょっと分かんなかった。だから今こうね、ハンターノートを見てるんですけど、なんだろう、どこにあるかなって思って探してるんですけど、なんかそれも見つけられてないですね。どこにあるんですかね。うん。まあ本当モンハンはね、覚えることが最初は本当に多いから大変ですよね。うん、ダメだ、もういいや、後でっていう風にちょっと思って、もういいです、後にします。で、赤い吹き出しが出てるとこに来ました。朝団子、うんうん、いらっしゃい。餅この重力を無視したこの餅、絶対詰まらせて死ぬやつですよね。うん、まあ、ここでお食事するってことなんですかね。食事大事ですからね。餅かわいい。で、50本、ありがとうございます。はいはいはい。あー、これがボックスね。ボックス、うん、いいですね、丈夫そうで。うん、はい、わかりました。うん、おお、豪気な、あ、いいですね。はいはい。いかがでしょう。え、タッチ？タッチ？いや、あ、そう、かっちょいい。うん、でもタッチじゃない。私タッチじゃない。うん。でもかっちょいいね、確かに。世界観には合ってるね。でもタッチじゃない。そう、これね、今。日の江ちゃんが集会所ここだよって言ってくれてるんですけど、なんか太刀を装備させられたことのショックでなんか今の画面を見てなかったみたいでね、見逃しちゃってるんですよね。で、聞き逃しもしちゃってるんですよね。あれ、太刀じゃないな、違うんだけどな、装備し直したいなと思ってうろうろしちゃって、で、次に行く場所分かってないんですよ、これで。実はここなんですけど分かってないんですよ。あれ、どこ行けばいいんだろうってなって、で、集会所でハンター登録を行おうっていうのを読んで、んー、その集会所とはどこだっていう風に思って、今で、今ね、これ撮影してますね。これはですね、この集会所がどこかわからないから、地図ってないのかなと思って、地図を出したくて誤爆してますね。このコントローラー、私実はスイッチのじゃなくて、プレイステーション4のやつ、あのデュアルショック4を、アダプターをつけて使ってまして、確かワールドでなんか地図出すのにタッチパッド操作してやってたと思うんですけど、なんかそれでつい押しちゃってるんだと思うんですけど、これね、だから、まあ、デュアルショックのタッチパッドは多分スイッチのコントローラーでいうキャプチャーキーに相当するんでしょうね。で、まあこの後もまたね撮影してるんですけど、しばしば誤爆しております。で、ここかと思って、ここは入れなくて軽く乗ってるんですよね。もう全然ね、集会所が分かんなくて、ここから探しながら人の話聞くっていう探索モードに入ってるんですけど、まあ、なんか今途中でしょ、後にしようぜみたいなこと言われて、いや違うんだ、集会所はどこだってうろうろしてます
はい、こんな終始こんな感じなんですけど、ここか、いやここはねどう見ても集会所じゃないんですよね。なんだろう、ここじゃないのかな、どこだどこだと。まあこんな様子なんで温かい目で見守っていただければなと思うんですけど、あ、ここですね。ようやく偶然にも入れましたね。探したでこれ、ほんま、あ、やっと見つけましたよと。やっと入れた、よかった。なんかちょっと居酒屋みたいでいいね。ああ、うつしくん、うつしくん、こちらで、五穀様、五穀様、なんかめでたい感じの人ですね。お遅かったで、ゲコね。もう、さんざっぱら迷いましたけども、はい、はい、あれ、終わってんのかい。あ、そういうことなんだ。集会所から行くのかい？そうだね、そうだね、でしょうね。まずは集会所じゃないよねっていう。うつしくん、うつしくん、うつしくんやないか。はい、わかりました。うつしくんのところ行きます。あ、ここにもね、アイテムボックスある。アイテムボックス、ここで装備が変えられるんですよね。だから、私が使う武器、この太刀じゃなくてですね、狩猟笛です。私ずっと狩猟笛を、セカンド G からかな、もうずっと一途に狩猟笛を使っておりますので、今作もこちらでやっていきます。こんなやつなんだね、初期の笛はね。うつしくん、うつしくん、はい、アクションスライダー、はい、新しい要素だね、また。便利なんだ、なるほど。いろいろあってね、ちょっともうすでに頭の中が飽和状態なんですけど、写真を撮ると、うつしくんをうつしくんと。写真の連動保存設定、まあ、さっきね、あのキャプチャーボタンに相当するタッチパッドでいくつか撮ってるんですけど、すでにそれとはまた別のやつですよね。撮影がいろいろできますと。でこんな風に撮れ、私はちょっとこんな風には撮れなさそうですけど、こういう要素もありますっていうことですね。写真ね、いいですけど、ちょっとそこまでは今は無理かな、気が回らないかな。アクションスライダーは、こうやって操作をして、カメラなんか上下で決定するっていう。うつしくん、うつしくん、うつしくん、こんな顔してんだね、うつしくんは。ズームもできますよと。うつしくん、ちょっと撮影しましょう。あ、ちょっとうっていう顔になってますね。うつしくん撮れたよ、うつしくん撮れた、撮れたよ。いい目をしているね。君もね、君もいい目をしているね。あ、修練場もね、行っときたいですね。あ、お供広場から行くよっていうことか。お供広場から行くんだね。はい。そう、私、体験版もやってるんですけど、で、うつしくんとも、こういうふうに顔見知りなんですけど、おさいづちと玉みつねを1回ずつやったぐらいで、ほとんど操作を覚えてないんですよね。花森さん、じゃあな、教えてくれよ。そうね。
私はもうマルチでやっていきますよ、集会所は。そうなんで、全然覚えてなくて。あ、あやめさん、あやめさん、うん、ナルガですね、これね、ナルガ装備、うん、わー、懐かしいな、ナルガ装備ずっと着てましたね、すごい好きでした、ナルガ装備。うん、ナルガのね、笛もね、好きでしたね。なんか羽が生えたやつ、ヒドゥントゥン、ヒドゥントゥン、うん、好きでした。なんかちょっと宙に入ってる感じ。あ、太鼓どこあー、 BGM にも太鼓が乗ってますね、かわいいな太鼓。あー、いいね、ドンドコくん、ドンドンくん、ドコくん、かわいい。毎度毎度毎度、かわいい毎度ちゃん、雑貨屋さん毎度。なんか今作はもう名前がみんなかわいいですね、名前かわいい。ガルクに乗れるよ、知ってるよ、ちょっとガルクに乗ろうとして今また誤動作してますね。うん、ガルクに乗れます、知ってます、乗りましたよ何度も。うん、赤い吹き出しが出てるので、はい、そうですね、絶好の狩猟日和です。うん、福づく、うん、うん、心強いお味方、はい、どのような、福づく、フクロウみたいな鳥ですかね。うん、うん、今回はちょっとお供のガルクとアイル以外にも福づくというお供、お供、ん、ペットもいるんですね。うん、飛ばした先で何か起こるかも、餌をあげることもできます。まあちょっといろいろあるみたいですけど、まだね、ちょっといろ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 ありすぎて、もう頭の中からこぼれ落ちそうですね。あ、そう、名前をなんかまたつけなきゃいけないってことで、と思ったんですけど、私一応お供用にいくつか名前を用意してまして、その中から一つちょうどぴったりなのがあったので、それをこのふくづくちゃんにつけたいと思います。ふくづくのふうにね、ふたば、羽生えてるからね、ふたばでいいかな、ふたばちゃん。うん、漢字もいけるんだなっていうのをここで発見してるんですけど、まあひらがなでいいかなみたいなね感じですね。うん、さて、花結び、うんうん、そうそうそう、ひとだまどり、うん、あー、なんかね、体験版でもちょっとやりましたけど、なんかこう火の玉みたいなのが飛んでるんですよね。うん、火の玉を集めるといいよと。うん、はい、ゾニャ、ゾニャの千里くん。うん、超重要な話があるゾニャ。はい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 、ダウンロードコンテンツ、そう、体験版プレイ特典もあるんですね。まあいろいろもらえたみたいな、もらえた、もらえるのかな。うん、大事な話なんでしょうか。はい、仲間を集めてっていうか、まあ、ノラで行こうかなと思ってますけど、うんうん、状態ゾニャ、うん、発信せんといかんゾニャ、うん、オンラインという状態ゾニャ、うん、うん、いいね、なるほどなるほど、ここで切り替えると、
はい、わかりました。んじゃあそれじゃあお供広場の方に行ってみようかなと思います。お供広場、おお、わあ、おお、わあ、あ、夫婦岩がある。夫婦岩だ。うん、なんだこれは。ワニ。シルベ。シルベちゃん。かわいい。名前かわいいな。イオリくん、あ、孫だね。うん、孫っぽいね。木枯らしさん、木枯らしさんは隠密隊。なるほど。あー、いいね。取ってきてほしいですね。あ、修練場ね。修練場行きたいんですよ、どうしても。うん、こっから行くんですね。夫婦岩からね。うん、特訓します。ロンディーネさん、攻撃ね、攻撃もどんどんやっていきたいよね。お供ボード、わーかわいいな、コケジみたいなやつ、超かわいい。うん、はい、お供広場です。ともね、どんどんちょっと仲間にしたいんだけども、でも今んとこね、この最初に設定した2匹がおるからの。あ、伊織くん、あれ、ふわくん、ふわくん近いよ。うん、ワニですかね、これはね。何ですかね、これ何するんだろう。うん、木枯らしさん、木枯らしさんポーズかわいいな。衣装とポーズよ。うん、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、じゃあ修練所にね、ちょっと交易船はまあ後にして修練所に行きたいと思います。体験版をねやったんだけども、まあ何せ2回ぐらいしかやってないし全然覚えてないんで。あ、さっきのやつのボロボロになったやつがいる。カメかな。へえ、あ、なんかいろんな施設がありまして、ここが修練所なんだ。うーん、うわぁ、なんだろう、すごいね。うん、そう、あの全然操作を覚えてないので、もういきなりねこれでクエ行っちゃうととんでもないことになると思うんで、簡単にねちょっとどんな感じなのかをやってみたいと思います。うん、うん、あ、この武器はあれだね、なんかお触れ書きの板なのかと思ったけど、カリンバですね。親指ピアノだね。うん、面白いデザイン、初めてのデザインでしょうねこれは。うん、面白いな。いや全然ダメだこれ、思い出してないし、なんなら演奏してないし、こんな状態で大丈夫なのまあでもね、あのしょうがないんで、これからもどうぞよろしくお願いいたしますと。